君からの返事を待って十分待つことが苦手になった最近の私この間に何を考えようか本でも読んで待っていようか流れてゆく景色の中でその時を思ったことが思い出されるさよならを言われた日とか楽しかったねって言い合った日とかゆらゆら揺れる最終列車の中でもっと君といたい気持ちが溢れ出す枕な窓に映る私の顔この顔をあと何回見るのだろうか私の心はもう色あせてるこれ以上色あせないように携帯をポケットの中にして